私の夏の思い出、肝試し。この夏休みは肝試し大会をやりました。そこでとんでもない目に遭いました。通りコーナー一周して帰ってきてください。はい、行ってらっしゃい。でも順番だからどうぞ。なんているわけないのに、もし本当にいるんだったらぜひ会ってみたいよ。びっくりした。こっちでいいんだよ。よかった。もうすぐゴールだよ。一緒に行こう。一人で歩いてたの？ずっと一人だったの。そうなんだ。もう大丈夫だよ。いいのかしら。え？こっちでいいのかしら。だって一本道だもん。間違えるわけないじゃん。ずいぶん簡単になったのね。え？昔はね、もっと複雑だったのよ。道に迷う子もいたくらい。へえ。でもね、ある年に一
人の女の子がとうとう戻ってこなかったの。え？間違って裏庭の池に入って溺れちゃったのよ。そんな、もう何年も前、思い出せないくらい。そう、以来女の子の魂はね、ずっとさまよってるの。こっちでいいの？こっちでいいの？こっちでいいの？よく知ってるね、そんな昔のこと。あ、そういえばあなた何組の？え？いない。女の子が迷って、魂がさまよって。あ、ママちゃん、遅いから心配したよ。暗いのも慣れちゃうと怖くないね。どうしたの？ねえ、本当に気絶じゃないよね。ちょっとやりすぎちゃったかな。内容がリアルなだけに怖すぎたかな。意外と本当にありそうかも。ありそう。本当にあったら怖いね。後で謝っておこう。うん。こっちでいいの？ねえ、こっちでいいの？この衣装前がよく見えない。あー、悪魔の巣引っかかってるよ。やだ。ねえねえ、私お化け役飽きちゃった。変わって。あれ、二人ともどうしたの？何？大丈夫？しっかりしっかりしっかり。という散々な目にあった肝試しでした。本気で怖かったんだからね。